具体美術協会は、戦前から活躍していた、前映画家、吉原春吉を中心に1954年に、兵庫県芦屋市で結成された団体。1954年8月頃、吉原春吉の元に集合した、関西の若手の前映作家たちによって、具体美術協会は結成された。結成時のメンバーは15人。吉原を筆頭に、島本昭蔵。 山崎鶴子、正信正俊、吉原道夫、上前、友介、吉田敏郎、東ず美など、具体という名の提案者は島本だった。翌年の1955年、新政作協会に所属していた、白賀和夫、村上三郎、金山明、田中厚子らが合流、同年、元永貞政まさが参加。こうした経緯から、同協会は、 戦後の美術運動としてはむしろ例外的に、指定関係を軸としていた。近代絵画を継承するのではなく、断絶した表現を挑発する、人の真似をするな。今までにないものを作れという吉原の指導のもと、若い作家たちは、炎天下の芦ア屋ア公園の松林を舞台とした、野外展、真夏の太陽に挑む野外モダンアート実験展や、 デパートの屋上での国際アドバル運転など、斬新な作品の発表を続けざまに行う。そして期間し、具体の発行、東京および関西での具体展、梅田の産経ホールなど舞台での発表などの活動を目覚ましく展開していった。やがて具体は、フランスの批評家、ミシェル・タピエによって、アンフォルメルの日本における一例として広く、海外へ紹介され、 高く評価されるようになった。1960年代になると、吉田実、今中久美氏、向井修司松谷武志藩、前川強堀尾貞春ら新しい世代が登場し、松田豊、菊並城寺ら光や動きを取り入れた、ライトアートや、キネティックアートの導入など、それまでとは違った、方向性を見せることになる。1962年、本拠地。 具体ピナコテカが大阪市北区中野島3丁目に開設される。ピナコテカとは、絵画館や画廊を意味する言葉で、フランス人美術批評家のミシェル・タッピエが命名したもの。ここで、会員たちの絵画の個展が行われた。またジャスパー・ジョーンズ、サム・フランシス、ジョルジュ・マチウ、ロバート・ラウシェンバーグ、イサム・ノグチ、ポール・ジェンキンス、ジョン・ケージ、ペギー・グッケンハイムなどが訪問した。 1970年3月14日、大阪万博が開幕。具体美術協会は、万国博美術展への出品、緑館、エントランスホールにおける、具体グループ展示などを行う。開幕直後の4月、具体ピナコテカは、阪神高速道路出入口建設のため閉館し、取り壊された。同年8月31日から9月2日まで、万博会場。 お祭り広場において、具体美術祭りを開き、大規模な舞台を、光やパフォーマンスによっていった。1971年10月、中野島三丁目の大ビル西別館に、具体ミニピナコテカが開設される。1972年2月10日、吉原春吉死去。同年3月31日、具体美術協会解散。その初期の実験生は近年、 パフォーマンスアートやハプニング、インスタレーションなど現代美術の様々な分野の先駆者として認められている。1990年代以降、日本の戦後美術に関する展覧会への各作家の参加やベネツィア・ビエンナーレでの回顧展ほか、相次いで国内外で展覧されている。2004年に1月24日から3月14日まで具体回顧展が 兵庫県立美術館で開催された。2012年7月4日から9月10日まで、開古展、具体日本の前衛18年の奇跡が国立新美術館で開催された。2013年、開古展、具体、素晴らしい遊び場具体、スプレンディットプレイグラウンドがニューヨークのクッケンハイム美術館で開催された。現在も、具体美術の作品は、 アクセル・バーボート・ギャラリー・ファーガス・マキャフリー、ホワイト・ストーン・ギャラリー、ハトの森美術といったギャラリーを中心に世界中で発表され続けている。2007年の第12回ドクメンタで展示された田中厚子の作品、ありがとうございます。